サッカー、なでしこジャパンが優勝、韓国を下す。先ほど E1 サッカー選手権において、なでしこジャパンが1対0で韓国を下し優勝しました。後半43分に、もみきゆうか選手がゴールを決め、そのまま優勝となったんですが、この最近のサッカー界、直近では、 中国のカンフーサッカーが話題になってしまっておりましたが、こういった正々堂々のプレーで、ぜひともサッカーが盛り上がるように、全世界の選手の皆様には、最低限ルールを守り、スポーツを楽しんでいただくように、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。